清水エスパルスセレッソ大阪超超強力スカッと世界を知る世界レベルの戦力だけどそこにある一つの不安とはということでノーミルク佐藤でございます今日も皆さんよろしくお願いいたします えーね、清水エスパルスは、鈴木唯人選手が、ストラスブールへの移籍ということにはなりましたが、えー、ゴンダ選手、チアゴ・サンタナ選手、松岡大輝選手が、えー、残留することが決まりました。そして、えー、セレッソ大阪は、えー、香川慎治選手が、まあ、2月5日にね、えー、セレッソで会見ということになっておりますけれども、えー、完全移籍での加入が決まったというところで、今日はこの2チームについて取り上げていきたいなと思います。まあ、両チームのの、ねえー、今年の 戦術がどんな感じなのかっていうところだったり、あとは戦力もね、もう一回確認していこうじゃないかっていうところでやっていきたいと思いますの、ね、で、皆さんどうぞ今日もよろしくお願いいたします。それではまず、清水エスパルスから参りましょう。こちらでございます。ドンと。 はい。清水エスパルスですが、ま、いろいろ確認していくと、ま、キーパー、ゴンダさんが残留。で、センターバック、ディフェンダーですね。ところは原照樹選手がグラスホッパー。あとは達田選手、片山選手の移籍もありましたけど、ただ J1 からね、レイソルから北爪選手、高橋裕二選手、そして、え、名古屋から吉田豊選手が参りました。で、中盤はね、え、大多数主力は残ったかなってところですが、ま、あと前線ですね。 えー、チアゴ・サンタナ選手の残留でディサロ選手とそして鳴岡ヒカル選手の復帰というところがありましたなので大きく言えばやっぱり原選手鈴木優斗選手の抜けはあったけどみたいなところはあるかなと思いますで結局は3人残留できたってところもあるんでまあやっぱり戦力値、えー、だけで考えれば、えー、J2 筆頭角ベガルタ仙台、まあ、ビファーレン長崎 そして町田、ゼルビアあたりがまあより清水とこう並ぶ感じになってくるのかなというふうに、佐藤的には感じております。では、メンバー的に考えてもキーパーは権田さんでしょうしまただ、夏の可能性あるかな、松岡選手と権田選手に関しては多分海外移籍、多分一歩前だったんだろうなってのがあっていわゆる時間がやや足らなかったかな、動き、なんて言うんでしょうね。 決断のタイミングがちょっと遅れたことが結果的にはって感じだったと思うので,でもちろん清水のために尽くしてくれるのは間違いないでしょうけどただ夏に、えー、またオファーがあるみたいなことはゼロじゃないかなと思ってる、ね、そこら辺だけは、ね、ファンの皆さんもお気をつけてお気をつけって言っても、ね、どうしようもないですけれどもやっぱ一1年間まず戦ってくれることをちょっと願いたいというところになってくるのかなと思いますとでディフェンダー見ていくと基本は、ね、キャプテンになった鈴木義則選手がまあ軸になってで左は山原さん右はまあ岸本さん北爪さん、まあ、どっちか とところだと思いますし、まあ、センターバックの方はおそらく高橋勇二選手になると思います、ただ、あとはまあビルドアップの度合いだとかで、例えば、岩谷選手、剣本選手の可能性、吉典選手が右ってなんてこともあるのかなとは感じますとで、あとはボランチのところはもうこうなるでしょうっていうのと、まあ、一番可能性高いのは松岡、白崎。 まあ、または、白崎選手練習試合とかでいなかったタイミングとかもあるので、うん、どうでしょうね。ここ、僕は宮本幸太選手か竹内選手が合うんじゃないかなっていうのは、ちょっともう数十秒したらやっていきたいと思います。あとはまあ、前の方はね、あの、相手に合わせて色々変えていくって感じだと思いますが、純正型の442というよりかは、片方、2トップのうちの片方がやや斜め関係というか、まあ、4411みたいな感じになるのが、このチームなのかなと思っております。あと こういうふうに左側書いてるから、神谷選手が左サイドで乾選手1個前だっていうケースもあるのかなってのが、今のところ見てるとありそうですね。ということで、右側、いろいろちょっと動かしていこうじゃないかと思っておりますと、えー、右側ので見ていただければなんですけど、まず、ボランチのところでやっぱ大事になってくるのが、相手がこうやって3トップで来るんであれば、やっぱこの4バックで、いわゆるねと足りる状態ではあるし、真ん中、こう、プレス来たとしても、1対、2またはキーパー含めて1対3ってところがあるから、問題ない と思いますただ、この、ね、相手の例えばフォワードこのトップ下の位置がちょっと変わって例えば2トップでプレスをこう仕掛けてくるっていう風になるんであれば元々であれば右サイドバックやっていた原輝幸選手がこう入ってきてくれて、まあ、3枚回しだとかってこともやれてたし、まあ、あとゴンダ選手のところに戻っていわゆる3人でってこともまあ可能っちゃ可能なんで。 清水だったらそれ選択するケースもあるんじゃないかなと思いますが、やっぱり清水として考えるのであれば、もうあの J2、今年の J2 がどうこうっていうよりも、やっぱり来年 J1 に戻った時にどうするかっていうか、ちゃんとそういうことできるようにしておくってこと大事だと思うんで、やっぱ単純に、 ボランチから1枚落として、えー、このまあひし形の形ですね、キーパーを含めた上でのひし形の形なのか、それともボランチ1枚落として、ボランチがもう1枚来てっていう、まあ、この形ですね、えー、ひし形の形をやりつつ、サイドが上がって、 で片方がに、まあ、に絞る形になサイドハーフかな、内に絞る形になって、しみじたおそらくこんな感じというか、えー、やるのが基本軸になってくるんじゃないかなと思いますと。えー、特にこの両サイドのところ、乾選手や中山選手、またはコロリ選手、カルリンニョ選手であれば、やっぱちょっと中に入りたがって、それこそそこで、ねえー、動いた方が得点の確率が高くなるようなチームだと思うので、それもあって、おそらくこのツートップの威嚇、鳴岡選手とか入れてるケースはありましたけど、彼に関しては、 後ろの方からのビルドアップ まあ3あ1一6みたいな形にねやっぱ4四1一1なんで変化、可変の形としてはね適正、純正な形になってくるのかなと思いますけどその彼が1枚ちょっと斜右斜め後ろにこう落ちてくる形になっていわゆるボール受け取ってまあサイドを含めた上でこうやって開いてくるまあ5枚のこのアタッカー陣をゲームメイクしていくって流れになるのかなというふうには感じられるんですよね。キキーマンンンンは得点王がサンタナとととかかか守護神ゴンダとかキャプテン鈴木よしのりとかやっぱりパリス大 っていところで松岡選手とかっていうのでアシスターナ、まあのと山原さん。 っていうのはあるかと思うんですけど、一番大事になってくるのはそれらのポジションの方々ではなくて、おそらく4の 4, 4 − 1 1の 1, 1ですね、えー、下がり目の方のフォワードになる、まあ、左フォワードというか、そのあたりが結構、鍵なんじゃないかなと思います。結局、その選手が下がることによって、相手、仮にまあフォーバックですけど、右のこのセンターバックの選手がついていくのか、それともそこに残るのかっていうので話変わってきますから、残るようであれば、やっぱりこので5人で攻めていけば、4対5、数的優位も作り出すことができます。 しまあな,なおのことですけどじゃあセンターバックが釣り出せるようであれば斜めからこうギュッと入っていけば、まあ、右からのこのパスワークの中から、えーね、最初ラストフィニッシャーをサイドハーフに据えてなんてこともできると思うので、まあ、清密はこんな感じでやっていくのが可能性高いのかななんていう,ふうに思っておりますそしてもう1チいきましょう今度はセレッソ大阪でございますこちら セレッサはちょっとミルアカの方でも,もう取り上げたりだとこっちでもね、えー、やったりあの香川選手のところでやったり,たりもしましたけど、やっぱり今シーズンの獲得のところですよね、まあ、特に前の方というか、まあ、ユース出身のまあ、ね、ネルソン選手、キノス選手、あとはね、高校サッカーってところでいったら、坂田選手、大迫選手いたのと、あとはレンタルバックっていうので藤く、藤尾ん であとは獲得で言ったらクルークス、レオセラ、カピシャーバってところがやってきた上に、えー、香川真嗣という形になりましたとで香川選手の考察に関してはもう見るカとかで出したいそ,そっち聞いていただければいいんでもうセレッソは今日まあどんな感じでやっていくんだろうねって話だけちょっとしていきたいなと思いますとセレッソも一つ似てるのと先ほどの清水としても似てるかなというのはあのこれ一応4231にはしてるんですけども、まあ、縦関係のこちらはさっきは斜め関係でしたがこっちら縦関係の442ていう風に言った方 がなんとなく適してる気はするんですよね。 で、まあ、ビルドアップの時であれば、いわゆる鈴木徳馬選手とかがこう落ちてきてくれたりだとか、まあなんだったらそれこそ奥の選手に関してはね、えー、も,うもうどこにでもいてくれるっていう存在であったりするので、まあ、ビルドアップのところの買いくぐり方に関してはまあ問題ないだろうなと、あと例えば、木田選手の場合だったらそれこそ横にずれるなんてこともできるし、例えばサイドに入っている船木君とか進藤選手に関してで言えば、えー、彼らはね3バックの左とか右の対応者でもありますので、彼らが入っていればその横スライドでえ片方だけ もう片方が上がるなんてこともできるのかなって思いますね。 あとは、クルークス選手とか、あとカピシャーバ選手もそうだったと思いますけど、まあ、タベ田選手もそうですし、あの、スリーバックでいわゆるウィングバックの経験もなくはないってところありますから、まあ、片方が、いわゆる上がる、片方が下がるみたいな感じになった時でも、まあ、ウィングの選手もウィングバックとして、えー、プレイすることは不可能じゃないなっていうのがあったりとか、また、シャドウの方にこう、スライドしていくっていう横スライドも絶対できるチームなので、まあ、ざっくり言えば、まあ、シンドウ君が右サイドに入るんであれば、まあ、こうですよね。 センターバック3人になって、ウィングが片方落ちてきて、そしてトップ下の選手と、あとは片方、左のウィングにいた方がこう中に入ってきてっていう形になるのかなっていうのもありそうです。ただ、そうやってしまうと結局はカピシャーバ選手やクルークス選手の良さが損なわれてしまう可能性もあったりするんで、どっちかっていうとその場合には、のこのね、3、4、2、1って言い方よりかは、おそらくは3、2、5に近いようなこともやるケースも増えてくるんじゃないかなと思います。ただ それはやっぱり相手だったりだとか自分たちのねスカットのメンバーに寄ってくるってところがあるのでそれはまたシーズン始まってから結局どんな感じの戦術やってるのかなんてことはまあこっちだったりミラー化だったりで話がねできればいいかなと思ってますまあプラスあと1分のなんのショート動画的な感じで TikTok と YouTube ショートでもなんかあげようかなと思ってるので見ていただければなと思いますけどままちょょっっと戻ってセレスの話しましょうじゃあ香川選手どういう扱いになるのかって言われたらなんですがま分かりやすいのが2列目のアタッカーですよね あのセレストに関しては、これ、セレスソサポの皆さんにも覚えておいていただきたいのが、正直誰がスタメンなのかは僕は分からないです。まあ、それはね、見てないからとか、それはキャンプ見に行ってるわけじゃないんで、まあ分からないっていのはあるんですけど、そういうことじゃなくて、えー、他のチームでも今年、やっぱもう5人交代進行してきたので出てきてるのが、2列目は基本的に変えるもんだ。っていうのが一つワードかもしれません。なんで 例えばクルークス選手、上条選手、清武選手ってのを最初から使ったとしても、例えば相手がもうめちゃくちゃもうそこのその3人で来るだろうってことを見越しておいて、 で例えば、クルークス選手だったらねあのカットインからのクロスとかあの巻いたシュートだとかってところがあったり清武選手も逆からのクロスとかってのがね、えー、セレスッソ大分、まあ、それこそドイツ時代とかもそうですけど、まあ、多いじゃないですかそれが分かってるよって方々だったら封鎖,封鎖してくる可能性があるそしたら例えば同じクルークス選手に似た感じの中原選手じゃなくてマイクロ選手を入れるようにしておくとか、まあ、ミドルシュートもバンバン打ってくる上条選手じゃなくてこうスルスルッとこう抜けることのできる北野選手を入れるだとか。いわゆる2列 説明の皆さんに関しては交代途中投入なんてことがあるとも思いますけど結局はベンチであったとしても主力候補まあてかもう何なら主力であるってので言ってまあ差し支えないんじゃないかなと思います先ほど清水の方ではちょっと一つ不安があるっていうのとあとこちらセレッソの方でも実は一つ不安があるっていうのが最後ちょっと言いたいところになってきて清水ちょっと戻るんですけど清水はこんなメンバーですそしてもうめちゃくちゃ強いじゃないですかでセレッソはこんなメンバーですめちゃくちゃ強いじゃないですか そして、香川選手もやってくるじゃないですか。まあ、結局、何が言いたいかというと、清水は戦力量としては確かにすごいメンバー揃ってるんですけど、このすごいメンバーだっていう中で、8月以降ほぼ勝てなかったっていうのが去年あったんですよね。 もちろん、なんで何かしら自信が損なわれていた部分だとかがあったと思うからそれをこう立て直してキャンプになっていると思うのでえそれこそだから J2 ってうカテゴリーも変わったからこそ何かこう披露できるものとして上積みがあってえそれで勝ち星もちゃんと得られていったら問題ないというのはありますがこの戦力量でもだから負けてしまう可能性が起こりうるというのがやっぱり J リーグの怖いところではあると思うので清水の皆さんとしてもやっぱり声援をねねやっぱりね選手の皆さんに届けていただきたいなというところがあります。 セレスの方として見れば不安なのはやっぱりその香川選手ってところはちょっと残ってしまいます。なんでかって言われたら、あのやっぱ怪我の治療で、そもそも日本に来てたっていう流れがあったじゃないですか。それでキャンプをやってるわけじゃない。ところでパッと。 またこれからシーズンが新しく始まるっていうのがあるからいきなり最初から過度な期待をかけ,かけすぎてしまうとちょっとチーム内でこう亀裂っていう方もあれですが、まあ、日々入ってしまってなかなかこうボタンのかけ違い現象が起こってしまう可能性があるのでそれこそ復帰したとしてもこうすぐいきなりスタメンというケースではないんじゃないかなと思う,思うのでそこはやっぱり長い目で見ていくってところが大事なのかなと思います。両チームととも戦力量としてはもう結構完璧にに近いいぐらいにかなりの、ねもうり 量もある質もあるって形だからあとはやっぱり地震だったりだとかあの無駄にけが人を出さないとかっていう本当ね基本的なところになると思いますがそこが本当に大事なシーズンになると思うので両チームそのあたりをどうケアしていくのか注目していきたいなと思いますはいえーまあそんな感じで掛け合わせでやってまいりました明日はちなみにえ2月3日は まあ節分ってのもありまして、恵方巻き食べる方もいらっしゃるかもしれませんけど、見る若手的にはトークライブがあります。概要欄にも貼ってあるかと思い,思いますが、上のところにあるいわゆる会場のところはもうすでにえありがたいことで満員お礼となっております。皆さんありがとうございます。なので、オンラインの方ですね、お買い求めいただけたらえ嬉しいなと思っております。アーカイブとして2週間残りますので、開幕の近所の日まで残る形なのかなえだと思うので、できれば今回、ミッションにね、楽しんでいただけたら嬉しいです。 いいなと思ってますそして、同じく2月3日、トークライブがちょうど終わるタイミングなんですけど、えー、アベマの方でですね、えー、ゼルツク、今シーズン初めての、えー、ゼルツクの放送があるんですが、えー、そちらにまたあの僕、いろいろこう、データだとか情報だとかも提供させていただいておりますので、えー、そちらも見ていただけると助かります。できればこの週末のところでラボでもね、えー、ゼルツクじゃない、ごめんなさい、ゼルビアですね、扱っていきたいなと思いますので、そちらも、えー、合わせてよろしくお願いいたします。では、また、こちらもね、ミルアカも そして、まー、あ、さんのチャンネルなんかも、えー、ぜひ、よろしく、お願いいたします。では、また、また、また。